ジョー・キーリーはアメリカ合衆国出身の俳優、ミュージシャン、本名、ヨゼフ・デビットキリ。ネットフリックス配信の SF ホラーシリーズ、ストレンジャー・シング・スミッチの世界でスティーブ・ハリントンを演じた。また、アメリカ合衆国のサイケデリック・ロックバンド、ポスト・アニマルの元メンバー、1992年4月24日にマサチューセッツ州ニューベリーポートで、 建築家のデイビッドと英語の教授であるニナ・キーリーの元に生まれた。5人の子供のうちの2人目であり、他の姉妹キャロライン、ディジー、ケイト、およびエマと一緒に育った。ニューベリーポートで育ち、地元のモンティスソーリ教育を行う小中一貫校のリバーバレーチャータースクールとニューベリーポートハイスクールに通った。若い頃に、モーデスレイ州立公園での舞台芸術キャンプである。 シアター・イン・ザ・オープンに参加した。最終的には、高校で演技を始めたが、当初は姉に言われるがまま演技をしていた。デポール大学のザ・シアター・スクールで学び、2014年に演劇学士号ブファを取得して卒業した。デポール大学を卒業した後、100以上のオーディションを受けた。ストレンジャー・シングス・ミチの世界でのスティーブ役で知られる、前は KFC やドミノ S。 アミーボの CM に出演し、エンパイアー成功の代償と、シカゴファイヤーで役を得たぐらいであった。初めてフルで出演することができた映画は、スティーブン・コーンによる、インディーズ映画、ヘンリー・ニャンブル・エス・バースデー・パーティー。2015年後半、ストレンジャー・シングス・ミチの世界に出演。最初、ジョナサン役のオーディションを受けたが、後に演じることになったキャラクターである。 スティーブ役のテープを送った。第一シーズンは2016年7月15日にネットフリックスで配信された。当初はレギュラーではなかったが2017年10月27日に配信された第二シーズンではレギュラーに昇格した。2019年7月4日に配信された第三シーズンで再びスティーブを演じた。ストレンジャーシングス道の世界に出演して 以来、2020年の風刺映画、スプリーでの主演を含む、いくつかの独立系映画にも出演したり、2021年公開のアクションコメディ映画、フリーガイに出演する。俳優業の傍ら、ミュージシャンもこなす。シカゴを拠点とするガレージとサイコロックバンドポスト、アニバルのギタリストの一人。デビューアルバムは2015年10月にリリースされた。2番目のアルバム、When? アイシンクオブユーイン、A キャッシルは2018年4月にリリースされ、ギター演奏のみならず、ボーカルとしても貢献している。ただし、2019年以降は、バンドのツアーメンバーではなくなった。2019年7月19日、シングル、ロディを別名に、ジョーというソロアーティストとして、セリフリリースした。2019年8月9日には、 シャトーというタイトルのセカンドシングルを同じ名義でリリースした。2019年9月13日、ジョーのデビューアルバム2020をリリースした。20代前半、クールクール,クール、クールという名義で音楽をリリースしたことがある。ありがとうございます。